皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。現在放送中の連続ドラマ、厨房のアリス、日本テレビ系に出演するキングプリンス、長瀬廉、その出演シーンの一部が X、旧ツイッター、Twitter、上で拡散され、元同僚である平野翔に似ていると話題になっている。写真、平野ノに似すぎ、ネット驚愕。 長瀬廉のそっくりな横顔、厨房のアリスは、自閉スペクトラム症 ASD の料理人、八重森アリス、門脇麦が主人公の物語。アリスは ASD ゆえに頑固で、人とコミュニケーションを取るのが苦手だが、大学教授の父、新吾、大森直や幼馴染みの三沢和佐、前田厚子、 住み込みバイトの栄構成長瀬に見守られながら、アリスのお勝ってという料理店を営んでいる。これって平野翔君厨房のアリスは初回放送後、一部韓国メディアが、2022年に放送された大ヒットカンドラ、ウヨンウ弁護士は天才派だの設定に酷示していると報道。 同ドラマの制作会社である A ストーリーもこの事態を把握していると伝えており、大きなトラブルに発展するのではないかと不安視されたものの、現時点で日テレサイドに直接クレームが入ったという話は聞きません。アリスと周囲の人たちの本わ化したハートフルな物語を軸に、ミステリー要素もある展開で多くの視聴者を魅了しています。エンタメ式者。 そんな中、X 上では、これって平野翔くん。というコメントが添えられた、厨房のアリスの動画が拡散中。これは第5話、恋と派なんだ。のワンシーンで、長瀬演じる後期が、茂みに突っ込んだ常連客であるあかり、金沢美穂を、大丈夫ですかと背中から起こしてあげるという場面だ。 これは会社の先輩に恋する明かりをアシストするための作戦だったのですが、それはさておき、この場面の長瀬さんが元金プリの平野さんにそっくりなんです。正面からではなく横顔を捉えた映像なのですが、ヘアスタイルの雰囲気、鼻筋や輪郭、エラの部分などが平野さんに似ている。この投稿主が、これって平野翔君。 と勘違いしたのもよくわかります。長瀬さんはかねてから、金プリの相方である高橋海人さんに顔が似ていると言われ、ファン以外の人から見分けがつかない。と指摘されることが多かったのですが、まさかここに来て、平野さんに顔が似ていると話題になるとは驚きです。前、どう、長瀬といえば先頃、一部ネットニュースメディアに、激痩せ、 と報じられていたが、平野翔と同じ顔文字投稿でファン歓喜。確かに厨房のアリスに出演する長瀬さんに対し、一部ファンから痩せたという声が飛んでいます。その影響で平野さんの顔に寄った可能性はありそうです。前、同、平野は神宮寺勇太。 キッシー・ユタと共に昨年5月にキンプリを脱退。そのまま旧ジャニーズ事務所を退所し、現在は滝沢秀明氏が率いるとべで、他二人とナンバーアンダーバーアイとして活動している。結果的にキンプリは分裂したとあって、多くのファンが胸を痛めました。キンプリファンの目には、どうしても平野さんらがグループを捨てた。 と映るようで、演者の声が鳴りやまない事態に。キンプリファンとナンバーアンダーバーアイのファンが SNS 上でいがみ合う場面も目立つ状況が続いています。しかし、以前と変わらずに5人全員を応援しているというファンも存在しているんです。ウェブメディア編集者、2月21日、そんなファンが、永瀬のインスタのストーリーズ投稿に、 枠自体が起こったという。長瀬さんはファンに向けて、皆さん明日も頑張って、というメッセージを発信したんですが、その下に、目、鼻、口の絵文字を用いて作った、顔、を添えていました。実は平野さんも、以前ストーリーズに、好きな絵文字、として同じような投稿をしていたんです。 長瀬さんと平野さんはお互いのアカウントをフォローしていませんが、長瀬さんはこっそり平野さんの投稿を見ているのではないでしょうか。ファンは、絶対知っててわざとやってるに弱わせじゃない確定だよ、はい。少年、知っててわざとやってるにしても偶然同じになっちゃってるにしても尊い。などと大喜びしています。前、どう キンプリとナンバーアンダーバーアイの共演はまだまだ難しいかもしれないが、いつの日か二人が一緒にファンの前に姿を現す日は来るのだろうか。どこだと思いますか次は CU でした。